国鉄補機600貨車は、かつて、日本国有鉄道に在籍したホッパ車である。1930年に、浅野造船所で、浅野セメント向け石灰石輸送用25トン石鉱石車が16両が製造された。私有二軸ボギー鉱石車で、大きい1型と称した。大きい1、大きい8は、武蔵野鉄道に、大きい9、大きい16は、大梅電気鉄道に車席を置いた。 武蔵野鉄道地席社は1942年7月に南部鉄道に移籍している。この内沖1沖4は1940年からネ小屋運用に転用され東部鉄道に貸し出されている。南部鉄道と青梅電気鉄道は戦時買収により1944年4月1日に国有化されたが5両は日本航路セメントに校内専用車として移管され。 残りの11両が石炭車に類別され、石4000型に改められた。1957年に石炭車より、ホッパ車に改められ、形式も補機4000型に変更された。さらに1963年7月26日の、称号規定変更により、補機600型に変更された。このように、本形式は3回形式名が変わり、4つの 形式名を持つ車である。私有貨車を含む国鉄に在籍した補希車の中で最も全長の短い形式である。全構成描説構造の無害ホッパ車で国鉄赤線型を一回り小型化した構造である。二役方式は、ホッパ上部よりの上入れ、側開き式による取り出しであった。車体塗色は黒で、 全長は 7710mm、全幅は 2722mm、全高は 2588mm、台車中心間距離は 3910mm、自業席は18.2立方メートル、自上は13.5トン、換算量数は赤車4.0、空車1.4である。台車はアーチバー式の TR20 であった。 1969年度に最後まで在籍した車が廃車になり形式消滅した。福井鉄道補佐地形同系車としては、本形式を基本として、ホッぱ町を 6,040mm に短縮し、一旦に木造の車掌室を設けたオサフ1型があった。これも1930年、浅野の造船所制で、浅野のセメント所有の私有貨車で23トン席であった。 当初の車席は、おさふ1、お、さふ2が、武蔵野鉄道、おさふ3、おさふ4が、大梅電気鉄道であったが、武蔵野鉄道地席者は1942年7月に南部鉄道へ移籍した。このうちを、さふ1は、1940年から寝小屋運用に転用され、東部鉄道に貸し出されている。1944年の国有化後は、 前車がセサフ1型となったが、赤4000型と同様の経緯で1957年に、ホッパ車に類物変更され、ホサフ1型となった。本形式は1966年に廃車され、ホサフ1及びホサフ2は1967年6月に、福井鉄道に払い下げられた。両車は、車掌室を撤去して、ホサ1型となり、採石輸送。 散布用として使用された。1999年のお別れ運転後、2001年3月に廃車となり、補佐市は2003年に三重県稲部市の貨物鉄道博物館に寄贈され、同館で保存されている。ありがとうございます。